はい、こんにちは、こかめです。今回は、作っている作業を、ただ流す動画です。作業用として、勉強とかでも、そうですね、作業用として、この動画を使っていただければと思います。はい、まだコラージュというか、今回はポストカードで、ミニノートを作ってみたいと思います。本当はなんか本を作る土台、大きい本を作る土台を作ろうと思ったんですけど、まだ材料とかもないし、ちょっと面倒だと思ったので、最初ということでは、簡単なものを作ろうと思ってミニノートを作りたいと思います。ノープランで、全然どうしようか決めてないんですけど、考えながら作っていきたいと思います。多分1時間ぐらいやるかなって思います。で、今直で BGM 流してます。この BGM いいですよ、ね。一緒に勉強しようでも使っている BGM なんですけど、ループ再生してます。はい、でちょっと全部新しいものなので、封を開けるところとかうるさいと思います。まず買ったものを敷かないと思います。使うのは全部前紹介した100均の購入品のものがほとんどです。まだ欲しいものあるんですけど、セリアで買いたいものあるんですけど、ちょっと遠い、遠くだ、まだ行けてないです。紙が全然ないので、自分で作りたいと思います。
は。ペーパーナイフ買うの忘れました。やっぱ全然不慣れで、どうすればいいかわかんない。こういう時ハサミとカッターとかの使い分け、効率的でもない、むずい。
こんな感じになってました。紙でできてるのかな、紙じゃない、紙とポリエステル、ポリエステル、紙かな、これがポリエステル。じゃハロウィン、もうちょっとでハロウィンなのでハロウィンテイストで作っていこうと思います。ハロウィン過ぎたらこれ使うこと多分ないので、あ、でもこれ裏こうなってるんだ、絵が同じとこ、これコピーした方がいいのかな、ちょっとこれコピーしてきます。あ、でもクラフト紙にした方がいいのか、クラフト紙、クラフト紙は本当に何でも良くなる。初めてクラフト紙にやります。そうなの。やっていきます。
遅くなりました。BGM こんな感じでやってきました。まあ白は普通ですね。コピーしてもでもいい感じに使えそうですね。でやっぱりこんな感じでいい感じです。めっちゃいい感じにできました。こういう使い方もあるんですね。これはまあ動画アップされてる方がやってたんで、すごいですね。まあ、クラフト社はまあ、こんぐらいな感じ。いい感じです。どっちがいいですかね。こっち。
もう47分早いんです。2時間コースにしようかな。まあ霧のいいとこで終わりにしたいと思います。これってコラージュって言うんですかね。コラージュって何ですか。適当にちょっとタイトルつけたんですけど、お裾分けファイルとか、あとはなんだ、わかんない。なんだ、DIY っていうのか、ハンドメイド、なんだ。どういうジャンルかわかんないな。何を作るっていうのもまだ目的がないですね。ただ作ってみたいだけっていう感じで作ってます。
逆だった。で、転写シールやしね、転写ステッカーはやったんですよね、あのノート、一緒に勉強しよう動画見てくれてる方は分かると思うんですけど、これ転写シールです。すごい馴染みますよね。なんかそれもうそこに、あ、それなんていうの、もうそれだったかのような感じで、もうそのデザインっておかしくないっていう感じ。まあただちょっと取りやすいのかな、わかんない、削ったら取れそうな感じ。でこれ違いがあるか、まあ、言ってたので、こっちは大きい方は使ったのに、小さい方どんな感じなのか使ってみようと思います。なんかシートがこっちの方、この小さい本というかあんまり入ってない本がこう紙シートが薄い感じがしました。あ、じゃあこの小さい方がシートが厚めな感じですね。で、これ転写シールは使いたい場所を切って、それで木の棒でこするっていう、それだけですね。まあ普通のシールよりは面倒ですけど、うん、かっこいいですよね。どのくらい擦ればいいのかちょっと分かんない。できました。こんな感じです。続
すごい馴染む。なんていうのか、境界線が透明だからかな。境界線が透明で、あとはあんまり立体感がないっていう、いい意味で立体感があんまりないっていうので馴染むのかなっていう感じです。次はこれ使ってみたいと思います。エンボスステッカー、アクセントになりますね。金だ、金、うん、アクセントになる。黒いところにちょっと金があるとアクセントになるかなという感じです。で、これは何だ？これはただ立体感があるシールっていうことでいいかな。1時間、1時間経ちましたね。で、経ったね。もうちょっとやりたいと思います。BGM これいいんですけど飽きるかな。ちょっとめんどくさいな。この BGM でやっていきます。あと、まあ、何時間になるか分かりませんがやっていきます。ハロー ABC でいいか。
キスの芯入ってなかったの取ってきます。すごいですよね。縦にホチキス、こういうやつがあるんですよね。マックスってホチキスで有名な会社みたいですね。あんまり気にしな、してなかったんですが、ちょっと初めてやってみたいと思います。どうやって合わせる、ちょっと待って、ああそう、これ製本テープあるんですけど、柄が消えちゃうっていう。3箇所2箇所。ちょっとずれた。100均にもあるみたいですね。すごい、こんな感じで縦にホチキスできました。すごい、すごい、こんなあるんですね。製本テープしないと危ないんですね。ちょっとずれた。ホチキス取るところはないですね。なので挟んで。さっきと変わらないんで、ちょっと中途半端な時間になっちゃった。これ中も
やりたいと思ってます。なのでどうしよう、あと1時間は取れるんですよね、容量的には。ちょっと中途半端に、どうしよう、コーヒー染めとかも知ってみたいですね。あれ昔から憧れてて、誰かクラスメートの人が作ってたんですけど、いや知らなくて、コーヒー染めでなんか地図のやつやってみたような気がしますね。小学生ぐらい。あ、これでもいい感じにはできたんですけど、どうしよう。なんかワンポイントでちょっとつけてみる。やっぱり材料がまだちょっと足りないですね。結構買ったんですけど、まだ足りない感じですね。まあ、材料、素材が足りないのと、あとはちょっと文房具じゃないです。素材と、あと器具っていう。やっぱ製本テープやった方がいいですね。ちょっと取ってきます。
ちょっと次は違うものを作ってみたいと思います。まあ一旦このノートは終わりにして、次はあとなんだっけ、ジップロックの、ジップロックで紙製のジップロックを作ってみたいと思います。ジップロック、これとでも紙がないんですよね。やっぱり紙があった方がいいんです。紙があんまりないので、黒いやつで、であとは自分でデコるっていう感じでやってみたいと思います。厚手とかあるんですね。これは厚めのチャック袋。多分ここを切って貼る感じ。それかそのままこう貼るっていう感じ。どっちもやってみたいと思います。ちょっと思いつく感じ。具体的に貼るから、適当に、これもったいないけど、長さは適当でいいってこと。難しい。じゃあまずやっぱりカッターマットは小さいと難しい。でカッターマットは線がいっぱいあるのって、まっすぐに線引けるようにもなってるんですね。今さら縦にする、ね、
これいらないんですよ。なんか まあ、一応できました。これでいいの感がすごいあるんですけど、まあ、ただ貼っただけですね、うん、でこれちょっとデコっていきたいと思います。デコレーション、
ょっと BGM 動画編集のやつで流しててループするためになんで、それでちょっと他のやつの出力遅くなってるかもしれないのでちょっと止めました。ちょっと遅い、ちょっと遅いですね。でも遅いな、ギリ大丈夫。はい、ちょっと長い、やばい、ちょっと BGM 流してたせいですね、多分出力が遅くなってました。ループ再生でやんないといけないんで、なんか違う BGM、 YouTube のやつはダメ、ゴライスさんの歌なら大丈夫、ゴライスさんのふるさとの記憶です。ゴライスさんって知ってますか？タコライスさん、ゆっくり実況、私もやってるんですけど、ゆっくり実況、ゆっくり実況、ゆっくりっていう、ゆっくりムービーメーカーっていうもので機械が声を出すんですよね。それを使って、実況みたいな、マイクラを実況してる方ですね。でその方は結構音楽、ギター、なんか音楽系を結構やってる、やってて、で動画にいつも流れてるのが自分が作った、タコライスさんが作ったBGM なんですよね。でそれが無料配布されてて、私結構使ってます、好きで。歌詞はついてないんですけど、BGM、 あといっぱい使っちゃうと今後が、めっちゃ可愛いんです。
と中途半端ちょっと電池が微妙な感じになってます。一応こんな感じで終わります。終わるっていうかもちょっと紹介して片付けて20巻できればやりたいです。2種類作るって言ったんですけど1個しか作ってない。まあ後々またやりたいと思います。やっぱり楽しいですね、ものづくりって。まあなんかまあ無駄になるっていうのはあるかもしれないです。無駄になるというか、なんだろう、必要ないじゃないし、なくても困らないものがをほとんど作るかもしれないんですけど、やっぱりなんていうの、最終的なことじゃなくって、こう作ってる段階がやっぱりいいですよね。楽しい、今作ってるのが楽しかったらいいなっていう感じですね。で、作ったものもまあ自分で気に入ればまあ自分以外にもいいと思ってくれたら、それは それに越したことはないんですけど、まあまずは自分が気に入ったものが作れればいいかなっていう感じです。で、今日も気に入ったものを作れたので、作れたし楽しかったので、まあ、よかったです。何の話も、
皆さんもぜひ興味があったらやってみてください。楽しいです。でもこういうの結構好きな人にいると思うんですけど、どうでしょう。女子だったら好きですよ、多分。多分あと6分ぐらいですね。どうしよう。あ、これ紹介してない。はい、今日は2時間でこの2つ。2時間でこの2つか。まあ最初はこんなもんですね。うん。まずこちら、こちらミニノート。これは、まあ、大きいノートのその一部として作ってはみました。あ、でもこれハロウィン要素が強いんですけど、まあ後々それは考えます。でこれはこちらのポストカードを土台として、カラーペーパー100均、全部ほぼ100均でカラーペーパーをポストカードに貼って、であとは適当にシール貼ったり、まあ、さっき言ったコピーしたものとか折り紙と、あとこのハッピーハロウィンっていうのは修正ボールペンでやってみました。で製本テープでやって、転写シールでフレークシールで、これはエンボスステッカー100均のやつで、こんな感じです。で中の紙は無印良品の